ネバネバ役ネバ B プロミスクロです。本日も始まりました約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。というわけで本日も結論から申します。11巻104ページの空白のページは、大人な事情により念のため別バージョンが書かれてた説。先日こちらの動画を上げさせていただきまして、ゴールディーポンド編の考察動画をラッシュで上げたわけなんですけれども、その動画の中でもご説明させていただいたんですが、こちら約束のネバーランドの11巻、こちらのですね、役ネバマニアック見どころの丸2番104ページ、出水先生は当時念のため別バージョンも書いていらっしゃる、でもその上であえてのあのページですっていう風に書かれてるんですね。その104ページはどんな描写かと言いますと、こんな感じで真っ白なんですよね。真っ白であり空白のページ。このページが僕もわからないっていう風にその動画でお伝えさせていただきまして、わかる方はコメントくださいみたいなことを募集したんですけれども、それから数日経ちまして、いろんな方のですねコメントをいただいておりますので、まずはそのコメントをご紹介させていただこうと思います。順不同で上から順番に読んでいこうと思います。彼にとって先行の攻撃が意外だったことによる驚きで、より凄まじく光を感じていることと、一瞬の隙が彼にとってとてつもなく長く感じることを表してるのかなって思ってました。空白のページを見た時は驚きでした。さすがですねっていうコメント、めちゃめちゃちゃんと書いてくれてありがとうございます。空白のページは単純に閃光弾で目がくらんだから、空白のページはレイウィス視点で閃光を受けた時に光によって目の前が真っ白になったっていうことでは、空白のページ、エマとレイが何かに捕まえられてる感じじゃないですかね。私はエマの頭の中なのかなと思いますね。理由はレイウィスにやられてしまいそうな時に一瞬行ってしまったという描写ではないかと思います。104ページは閃光が炸裂したところですね。念のためって単に空白ページが認められなかった時のことかと思ってた。空白のページは閃光って解釈してました。空白のページはレイウィスの頭の中が真っ白になるって意味じゃないかなと思っています。空白のページは強力な閃光弾で何も見えない、隙を突かれて一瞬レイウィスの思考が止まった、かっこ頭の中が真っ白になったの二重の表現かなと思いました。別バージョンを書いたのは真っ白な何も書いていないページで原稿料をもらう気って大人な事情な話になった場合の保険ですかね。104ページのやつ考察ではないんですけど、レイウィスの視点で閃光が当たってることを表してるんじゃないですか。なので念のためはエマたちかパルウスの視点だと思っています、っていうね、数々のコメントをですね、いただきました。ありがとうございます。なのでですね、この104ページ、僕もね、コメントを読ませていただきつつ考えたんですけど、このページ、もちろん、閃光弾が炸裂してるっていうのは、もちろんなんですよ。閃光弾が炸裂してて真っ白なページだとは僕も思ってます。でも、マニアック見どころで、当時念のため別バージョンも書いていらっしゃるってことで、なぜ念のために別バージョンを書く必要があったのかっていうことが謎だったんですね。コメント欄を読んだ感じに、ああなるほどなって思ったのが、やっぱりねこの二つの意見ですね。僕的には一つは念のためって単に空白ページが認められなかった時のことかと思ってたっていうコメントと、あと別バージョンで書いたのは真っ白な何も書かれていないページで原稿料をもらう気って大人の事情な話になった場合の保険ですかね。この二人の方の意見が、あ確かになって思ってしまいました。閃光弾を白井先生は表現したかったと思うんですね。だからこそこの空白の1ページを書いた、使ったと思うんですけども、コメント欄でいただいたように考えてみたら、やっぱり漫画なわけじゃないですか。だから漫画にコマがないって確かにしにくい問題なのかなと。何もコマが書かれてない本当にそもそもの空白のページ、真っ白なページっていうのはあんまり見ないじゃないですか、こういうのって。だから確
確かに漫画本来そもそもの事情っていうものもあるのかなっていうふうに、なんか妙にそのコメント二つにですね、納得させられてしまいまして、当時念のため別バージョンも書いていらっしゃるって書かれてるので、さらに付け加えて、でもその上であえてのあのページですっていうふうに書いてるんですね。なので確かにね、そういった大人な事情じゃないですけれども、漫画としてこの真っ白なページはいかがなものかという部分もあったりもするのかなと。仮にその空白のページ、先行段で表現したいっていうこの空白のページが仮にダメだった時用で、デミズ先生が逆にレウィスがね、ちゃんとね、先行を浴びてるような描写のバージョンもあったけれども、大丈夫だったからこっちの元々の真っ白な描写、何も書いてないページがまあ認められたから、レイウィスが先行を浴びているような描写、そういったものは使わなくても良くなったっていうのが確かになって思ってしまいました、私。なので僕も今のところその説が一番有力なのではないかっていう風に思ってます。やっぱりね、こうやって僕だけの意見じゃなくて、いろんな方々でね、こうやって導き出していく、そんなチャンネルにこれからもしていきたいなと改めて思いました。真面目か。というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは背景を見てもわかるように、約束のネバーランド関係の動画のみを上げております。なので約束のネバーランドが大好きな皆様はぜひ他の動画も見てください。というわけで約束のネバーランドが大好きな皆様は、高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ねば最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。